皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。花江君です。 J リーグ TV 始まります。今回はまずは先週行われた2021明治安田生命 J1 リーグ第35節から振り返っていきます。清水エスパルス対北海道コンサドーレ札幌、2対2の引き分けとなりました。清水は平岡新体制となっていましたが引き分けですね。監督ここで変わったんだもんね。これもはい3日だっけね。失点が多くて得点もなんか取れなかったよね、はい。まあ、そういうんで、ね、決断したんだろうな。もう勝ち点1でも取んなきゃって。平岡は去年だかも苦しい時に出てきて最後割と勝ち星上げたもんね、はい。札幌は3試合連続のドローとなって、いますが、札幌は前節で残留が確定済みですね。チアゴ・サンタナのゴール、なんかねもう気持ちのこもった、一振りだよね、はい。これがねこの福森のパス見てください。これ柔らかいね、はい。福森強いの来るのかと思ったらこんな柔らかいパスも出したんだね。最後は金子のゴール。金子はやっぱり嫌なところにこう足元だけじゃなくて相手の裏にも出ていけるしドリブルもあるからね。深井のヘッド。どうしてもエスパルスはここのところリスタートからの失点多いよね。これ終了間際の83分ですが滝のゴール。これ今季初ゴールです滝選手。滝ね、出身だよな。小柄だけど特徴あるいい選手だけどね、でも大きいんじゃないこれ追いついたのは。はい。続いてヴィッセル神戸と徳島ヴォルティス1対0でヴィッセル神戸の勝利。先発に復帰した大迫選手のゴールで神戸3位をキープ。一方徳島は降格圏を脱出できずでした。これまあ豪徳のこのトラップからクロスがすごい良かったね。なんかクロスがやっぱりヨーロッパで見てるよう、ヨーロッパリーグ見てるようなクロスとかね。確かに本当高くて、まあ武藤が前で潰れたのかな。そんでそうだよね。で大迫がよく当てたっていうか、はいはい。まだまだ大迫も怪我から復帰してスタメン復帰したばっかりだから万全ではないんだけど、うん、やっぱりこういうとこしっかり入れるっていう。試合自体はこの形見て分かるようにほら中盤をこうこれ真ん中に3人いて神戸がダイヤモンド型なんだよな。あそした、山口蛍合計が右左にいてサンペールが下にいるからもうある程度当てはめちゃったね。狙い通りだった徳島の方。でもそうですか。でチャンスも徳島の方が多かったぐらいだったね前半。だからサイドが空いてくんだよねどうしても、はい。まあ、豪徳のクロスがやっぱ素晴らしかったなっていうのはあるね。でこの試合原さん見てきた試合ですけどもいくつか写真見ていきたいんですけども、まずはこちらは俺はちょっと早めに行って、はい、メリケンパークってあるじゃないこの広場みたいな、はいはいはい。天気も良かったから暖かったしちょっとそこに寄ってったので、こうまあこういう広場もさコロナも落ち着いてみんなこう暖かいし暑いぐらいだったから、まあソフトクリームだのなんか飲み物だの結構繁盛してる感じだったよ。メリケンハトバ来た。メリケンハトバって淡路のり子だよな。僕らの時代だとパフィーですけどね。パフィーだな。それもそうだな、はい、あったね。だからここら辺がやっぱりそのこのハトバだったんだよね昔ね。石碑もあったからちょっとやっぱり早めに行ってそういうのもせっかくだからさ中華街。これ中華街。元町だっけそこの中華街で、いや人増えたねやっぱね。本当ですね。ああやっぱりまああったか気候もいいし。うんコロナも落ち着いてやっとみんなこうやって出かけるっていう雰囲気が嬉しいっていう雰囲気があったんでね、それが伝えられればと思って撮ったっていう感じだったな。これはこれ家元さんだったんだよ主審が、はいはい。オーロラビジョンに審判も説明されるじゃん、はいはいはい。家元さんがボーンって映し出されて、まあ、彼もこうやって挨拶とか頭下げたり手振ったりしててすごい大歓声だったね。もうほら試合が今シーズンで引退するっていう。ああそうですね、はい。すごかったよ拍手が。あそれで終わってから撮ったんだ審判団と。でなんかねえこサポーターからこれもらったっつって、これゲーフラですね家元さんの。ありがたいことだよね審判。すごいですねこれ。なかなかそういう審判もいねえな。いないですよね審判に渡すって。この何年かこの試合でもさ本当にこうやたらに笛を吹かずうまくこう、うん、ながらコントロールしてたから、
すごくいい試合になりましたよ。ありがたいね、一般の人たちにもしっかりこうリスペクトしてくれてるっていうかね。横浜 F ・マリノス対 FC 東京、これが8対0という結果でした。横浜 F ・マリノス勝利。横浜 F ・マリノスがクラブ記録に並ぶこれ8得点。ああ、そうか。はい、J1 で1チームが8得点以上を決めた試合っていうのは、ね、この29年間の歴史の中で今回を含めてわずか7回だそうです、うん、そのうち1回俺あるわ。え、入れられたの8点なしね。はい、で7回のうち3回が横浜 F マリノスの試合なんですね。あ、そうなんだ。1つ目が2007年の横浜 FC 戦8対1。あ、2回目が2018年のヨルタ仙台戦8対2、これアウェーの試合ですね。でこれ結構いろいろ記録があってですね、最多得点記録っていうのは分かります、原さん？ J1 でもう1点ぐらい入ってる、9点ぐらい入ってる、9対1っていうのがあって、これが J1 最多記録らしいです。98年の岩田がアウェーでセレッソ大阪とやった試合が、これがリーグ最多記録だそうですよ。もうなかなか8点9点入んねえけどな。ですね、入ってた時入っちゃうんだよね。はい、FC 東京8失点はクラブのワースト記録だそうですね。俺の時7点となるけどね、7失点っていろいろ作ってるね。そうですね。でこの試合後に長谷川健太監督が辞任ということになりましたね。ああ、そうだったね。これ早いですね、本当前田大然選手。まあこれ、まあ、早いのは早いけど、一回不正で、はい、このこう止められればよかったけど、これで入っちゃって、まあ、乗ったっていうのもあるだろうね。で2点目は PK、マルコス・ジュニオがきっちり決めます。こぼれたところ、小池選手ですね。あ、キーパーのちょっとミスもあるけど、そうですね、バタバタ、バタバタってしちゃったんだろうね。チームがそうなっちゃうと連続しちゃうもんな。で前田選手2点目、PK でした。でこれも前田大然のヘッドで、これでハットトリック達成ですね。前田選手は今季2度目のハットトリックです、これ。あ、そっか。ちょっとやっぱり取られ方も悪いしね、東京の方もね。まあそうじゃねえとなかなか8点は入んないよな。小池選手の2点目ですね。これが東選手のオンゴールでした。あ、もうなんか水沼とかもこう余裕でボール蹴ってるよね。もうなんかここまで来ちゃうとなかなか集中力を切らさないっていうのは難しい展開になるからね。確かに。まあ森重が退場しちゃったっていうのもあるんだろうけど、ちょっとやっぱり集中力を欠いた試合展開に FC だったんだろうね。ベガルタ仙台対名古屋グランパス、逆転残留を目指す仙台と ACL 出場権を狙う名古屋でしたけども、両チームにとって痛い引き分けとなりました。柿谷のゴール。あー、なんかこの崩しは良かったね。落としたのはこれ前田か。前田ですね。いい絡みだね。西村のゴール。よく抑えて蹴ったよね。いいシュート。いいシュートだ。はい。続きまして、鹿島アントラーズ対浦和レッズ1対0で鹿島勝利。これも ACL 出場権をかけた直接対決でしたが、鹿島勝利ですね。鹿島これで3連勝で4位浮上。セットプレーからでしたね。こぼれ球を土井が押し込んで。いいとこ狙ってたね。ああ。まあ。サガン鳥栖対川崎フロンターレは3対1で鳥栖勝利。これ鳥栖7試合ぶりの勝利ですね。鳥栖ここの勝ってなかったからね。勝ってなかった。はい。一方の川崎9試合ぶりの黒星で今季2敗目です。まあやっぱり優勝3日で決めてね、はい、なかなかこう集中力維持するのは難しい状況だったとは思うんだけど、まあ、トスも良かったのは良かったよね。これ最後岩崎がシュート。岩崎は J1 では初ゴール、ね、いや、いいとこに入ってきたね。まあ初ゴールは嬉しいだろうな。プロ5年目で J1 初ゴールですね。あ、これもいいヘッドですね、これ。ああ、酒井か。はい。いや、いいよ。点で合わせてるね。ボールもいいしね。で、PK、小山津選手がきっちり決めます。まあ、PK もちょっとかわいそうだったけどな。で、アディショナルタイム、レアンドロ・ダミアン選手がこぼれたところを押し込むと。
入ってるな。うん、入ってます。まあでも、まあちょっとフロンターレ負けたけど、でもこうやって最後には1点取るっていう、その姿勢はやっぱりいいね。うん。うん。まあメンバー変えたり、いろいろこう緊張してたのが、少しほっとしちゃったとこもあるんだろうけど、うん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 、この試合、選手入場の時に、鳥栖の選手たちが、フロンターレの選手たちの優勝をたたえて、なんかそれはいいことだね。はい、非常にいい光景でしたね。うん、海外なんかもやってるけどね、はい、まあ、それはそれでリスペクトして優勝したチームね、うん、あ、そういう気持ちが逆にいいプレーにつながったのかもね。続いては大分トリニータ対ガンバ大阪。今季初の3ゴールを奪ったガンバ大阪が勝利となり J1 残留を決めました。今季初か、ね、先制点はあのガンバ藤原選手のオンゴールで王手だったんですけど、ね、ああ、オンゴールか、はい、でこの直後の29分、ガンバ大阪のパトリック選手のゴールで追いつきます。これあと出したのはこれ山本か。そうです、山本選手が奪ってそのままパス、のパスの出し方は、はい、でもいいパスだったし、パトリックも本当にベストなタイミングで入ってきたね、うん、でこの下田のシュートをゴヤが胸で当てて角度を変えてゴールです。まあゴヤらしいってゴヤらしいな、うん、まあでもゴヤもほら最初はガンバに入ったからね、はい、まあ、このガンバに対してっていうのもあるし、残留争い抜けるためにっていうのはあったんだろうね、うん、これでパトリック2点目。よく狙ってたね、うん。で、PK を決めて、パトリック選手のハットトリック達成。そうか。はい、大分も先に点取ってた時には、やっぱり守りたかったけど、やっぱすぐ入れ替えされちゃったっていうのがやっぱりな。湘南ベルマーレ対サンフレッチェ広島は0対0、スコアレスドローで終わりました。澤田新監督の初勝利はお預けとなっています。ああ、そうか。はい、アビスパ福岡対横浜 FC 1対1の引き分けで終わっています。福岡が後半アディショナルタイムにゴールを決めて引き分けに持ち込みました。一方の横浜 FC 最下位脱出できず、次節にも降格の可能性が出てきてしまいました。このね、アルトゥール・シルバのシュートのこぼれ球に反応したフェリペ・ビゼウがヘディングのゴール。いいとこにこぼれてきたのもあるし、よく狙ってたね。狙ってますね。うん、でアディショナルタイム、これを最後サロモンソンがシュートで現代に当たってる、ね、当たって、そうですね、オンゴールですね。まあその横浜 FC はもうこれも勝ち点3と思っただろうね。でもいやですよね、もうアディショナルタイムに追いついたりって結構粘り強いんだよね。あのやっぱりね、粘るんだよ福岡とか、うん、だからまあ大したもんだな福岡もなと思うけど、横浜 FC は勝ち点3欲しかったろうな。最後、柏レイソル対セレッソ大阪、1対0で柏が勝利で、柏は J1 残留を確定させました。ああ、そうか。はい。ネルシーニョ監督、この勝利で J1 通算200勝を達成です。最後、大南のシュートですね。大南、よくここに入ってったね、この外からね。こっからの崩しいいよね、これ。で、これ落としたの誰だ ?C8 ですね。ああ、はい、いいヒールだったけど、いやいいとこに入ってったな、はい、まあでもこれは柏サポーターはもうたまんないだろうなですね。ああ、残留決めたゴールだから、はい、2人継がれるんじゃないのこれで。 J1 の順位表を見てみます。このような順位表となっています。まあ横浜が勝ってればとか、仙台も勝ってればとか、大分だってリードしてたのにとか、うん、徳島もいい試合やってたのにって、みんなあるね、それぞれありますね。だから柏は抜けたんだっけ。はい、ここは14位までは抜けました。っていうことは、あとはこの湘南清水があの33だから、ここも含めた6チームっていうことか。6チームか。いやこれ直接対決もあったりするんだよな。いやこれわかんないな、最終節まで。まあでも横浜 FC とか仙台は特にあのもう勝つしかないね、トーナメントみたいなつもりでいくしかないね。これ6離れてんのか、はい、だから次湘南とかエスパルスが勝っちゃうって、負けちゃうと本当決まっちゃう可能性があるんだな。そうそうですね、あと3試合ですからね、うん、まあ対戦相手がどうかだなっていうのもあるけど、うんうん、いやでもまあ湘南も清水もこの6チームは分かんねえな最後まで。うん、どこも頑張ってほしいけどね。で ACL 争いもね、まだ残ってます。あ、そうだね、神戸が勝って、はい、まあでも鹿島も粘ってきてるか。名古屋と確かに引き上げちゃったのはね、まあ、神戸、はい、鹿島、名古屋ぐらいまでか。
そうですね。続きまして、明治安田生命 J2 リーグ第38節の試合結果見ていきたいと思います。秋田対栃木は1対1の引き分けで終わってます。これ13位の秋田と14位の栃木の試合でしたね。でこの結果秋田の残留が決まりました。あ、そうか、はい、あ、大したもんじゃないの。去年上がってきたんだっけ。去年昇格してきましたね。いや、今年初 J2 でしょ。そうですそうです。だからそれでまあこんだけ大混戦の中しっかり残留ここで決めたっていうのはすごい、うん、まあ吉田監督のあのこうなんだろう、魂のこもった、うん、粘り強いサッカーみたいなね、あの 大崩れしないもんね。はい、そこはもう秋田っぽい感じなんじゃないか、粘り強いサッカー。続きまして岡山対山形、岡山が1対0で勝利、これで9試合負けなしとなっています。岡山調子いいよね、うん、なんかこうちょっともうちょっと早くと思うぐらい今、はい、一方の山形2連敗で J1 昇格の可能性がなくなってしまいました。あ、そうか、そうだな、スタートが良くなかったからな。うん、そうですね。大宮対山口、こちらも16位と15位の対戦となりましたけども、1対2で山口が勝利となりました。山口はこれ2連勝で残留に大きく前進。ここでの連勝は大きいね。はい。で一方の大宮は3連敗となっています。あれなんかいつもなん大宮あれだよね、あの終了間際に入れられちゃったりとか、うん、逆転負けみたいなのがちょっと続いてっからな。千葉対水戸、2対2の引き分けとなっています。水戸が後半アディショナルタイムでゴールを決めて引き分けに持ち込みました。千葉もあれだよね、負けてない、負け勝ちで来てるよね。はい、9試合負けなしです。千葉だから岡山千葉がこ最後に来て出てきてるな。続いて東京ヴェルディ対長崎、0対3で長崎が勝利、長崎これで3連勝で J1 昇格へ可能性を残しています。もう長崎も引き分けたり負けは許されないって勝つしかないっていう感じで追ってってる感じじゃないか、うんうん、続いて松本対新潟、新越ダービーですね、この試合引き分けとなっています。で松本は5連敗を脱出したものの最下位を抜け出せずと、まあ苦しい戦い続きますねまだね、うん、で続いて岩田対京都、これは本当に注目の一戦となりました。この試合は原さんが視察してきた試合なので、ね、はい、ピックアップマッチとして後日公開いたします。続いて愛媛対町田、スコアレスドローで終わっています。愛媛は降格圏を抜け出せずですね、まだ。で続いて北九州対甲府、0対1で甲府が勝利となり J1 昇格に可能性を残しています。北九州は引き続き厳しい状況が続きますね。ちょっと苦しいね、なんかこう、はい、決して内容自体悪くないけどなかなかちょっと点が取れなかったりね、うん、続いて琉球対金沢、2対1で琉球の勝利、金沢はこれ結構痛い敗戦ですね。金沢も残留争い真っ只中だからもんね、はい、最後群馬対相模原、18位と19位の直接対決ですけども、こちらは1対1の引き分けで終わっています。いや、どこも厳しい試合が続いてるね。はい、で順位表はこのような内容となっていますけども、秋田が残留決めたんだよね。はい、あと4試合残ってるんだもんね。はい、今の例えば相模原がさ3試合勝っても46にしか行かないから、はい、それよりはもう上だから残留決まったっていうことだな、はい、なので山口14位以下はまだまだ分かんないな。分かんない、わかんない、あと4試合あるからね、12点稼げる可能性があるわけだから。すごいですね、あと4試合でこれ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 チーム、それで多分直接対決があ るからかなり大きいよね。で上の方を見ていくと次節にも岩田が引き分け以上で昇格が決まります。昇格はもうあのなんて言うんだろう、長崎と比べてもさ、あとさっき言ったように12じゃない勝ち点差が、はい、実質全部岩田が負けて全部長崎が勝ってもそれで初めて並ぶんだよね。でその時得失点差みたいな形になるけど、理論上はそうだけど、はい、やっぱり実質長崎も1位になるのはなかなか難しい、1位っていうかさ京都だろうなターゲット、うん、で京都があの直接対決で負けちゃったから7差か7差、あと4試合か、はい、まあ、京都を決して悪い試合じゃなかったけど次のホームなのかな、ホームでの試合が結構重要だね。1勝ぐらいすればあの長崎に関係なく、長崎はもう全勝でいくしかないよな、いくしかない、うん、だからもう岩田はもう昇格はもう決まりにだと思う。
ほぼね、うん、だから引き分けでも相手がちょっと引き分けちゃったりすればもうそれで決まっちゃう可能性があるわけだから、ね、はい、日曜日の大一番勝ったことによってほぼ J1 復帰っていう感じだったよ、はい、スタジアムも。あ、そうですか、もう盛り上がってましたもんね、すごい会場。盛り上がった、いい雰囲気だった。あ、続いては明治安田生命 J3 リーグ第26節見ていきたいと思います。八戸対鹿児島1対1の引き分けです。八戸は7試合勝利なし。続いて岩手対熊本、スコアレスロードローで終わっていますね。上位対決でしたけど、そうだよね、岩手ってさ、はい、可能性あんだよね、超ありますね。でロアスは1位、あ、熊本1位じゃない、はい、だけどやっぱり 0-0 だったな。でそう、岩手は6戦負けなしで3位キープ。ああ、そうか。で熊本がね、3試合勝ってないんですよね。やっぱりいろんなプレッシャーとかあるんだろうね。だから守備は堅いんだけど得点が少ないからね、うん、だから守備安定してるから大崩れはしないと思うんだけど。なるほど。まあこっからプレッシャーとどうやって戦っていくかっていうのはあるし、次富山なんだよね、だからその試合は結構重要かなという感じですね、うん。続いてはYS 横浜対沼津。 YS 横浜勝ちまして、これで4連勝ですね。 YS が今一番勢いあるんじゃないか。一番勢いありますね、これ。あの10月もすごかったし、はい、何しろ点取れる感じだよね。あ、ちょっと失点はあっても点取るみたいな感じあるから。クラブ新記録の9戦負けなしです。多分クラブ史上最高の成績じゃないかね、今の。はい、そうです、一桁台ってやつですね。そうだよな、はい、今までだって本当にいつも下の方だったけど、やっぱりいいんじゃない今、うん、伸び伸びやってる感じはするね。続いて鳥取対藤枝。鳥取が連敗を4で止めました。すごい試合だな、4対3って。そうですね、打ち合い、こういう試合ちょっと見たい感じはするね、生で。続いては今治対福島3対2、こちらも打ち合いですが今治勝利ですね。今治がやっぱり良くなってきたよね。いいですね、毎週毎週言ってますけど、降格がないからね、 J3 の場合、うん、まあそれもあるけど、あの橋川監督だっけ、はい、回って多分本当にこうやることを今いい感じで変わってるんじゃないかなって気がするけどね、うん。岐阜対富山、逆転昇格を狙うチーム同士の戦い、岐阜が勝利です。富山がなんかここに来てちょっと急ブレーキって3連敗してない、なんか富山はもう硬いかなぐらいの時あったよね、はい、一時期ありました。富山行くなっていう感じがあったけど、やっぱりそうなるとプレッシャーだったり相手もこう引き込んでくるからって、なんだろうね、難しいね。難しいですね、本当に変わるもんですね。最後は讃岐対宮崎、宮崎勝利で2位をキープとなっています。いやだからそういう面じゃね、宮崎って昇格、はいはい、J2 ライセンスないから昇格できないじゃない、はいはいはい、この前も言ったと思うけど、結局今 J リーグに入って、はい、その嬉しさとさ、うん、なるほど、だから伸び伸びやってる、本当に伸び伸びやってる感じだから、もう下手にこう 裏で回すとかっていうの取ったらバーンってゴール目指してさ、で1点取られても2点取り返しに行くみたいな、うん、だからもう見てて気持ちいいんだよ。だから全然プレッシャーは感じてないと思うんだよね、逆に。なるほど、これ宮崎もしかしたらなんかこういきなりあの J3 優勝みたいなことあっておかしくないぐらいに来ちゃってるような気がする。来てますよ、これだって。順位表こうですか。そうでしょ、これ、はい、全然プレッシャーないもん。熊本が次富山とったら結構これ J2 の中で大一番だし、でこうそこでなんかあると今度岩手も可能性が出てくるじゃん、うん。だけど宮崎がなんかすごいですね、本当に。でまあ岐阜も粘ってるからな、あと何試合だ、はい、チームによってちょっと奇数だから違うんだよね。あ、そうですね、28試合あるうちあと4試合ぐらいか、じゃあ4試合のところ3試合のところがあるっていう感じか、まあ、宮崎なんかは1試合多くやってるんだよね、もう、はい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 、やってるから、だから40で並んで並んでても試合数は熊本の方が1つ少ないんだよな。宮崎、福島、沼津、さぬきは消化試合が1試合多いですね。うん、そうだよな、はい、だからきっとだからそうなっちゃってて、はい、だからそういう面では熊本とか岩手とか富山とかまだ試合数が1試合多いから、はい、まだ分かんねえな、うん、確かに。あと4試合あるってわけか、宮崎はあと3試合ってわけか、はい、分かんねえな、ジェスリーのこの昇格もな、まあ、でもこっから残り4試合あるいは3試合って本当に J3 も見逃せないね、これは。うん。